前回のカズクラ、いつもやられるとすごい大変な思いをして戻っていた。だからいい道を作る、そう、綺麗な橋を。というわけでインスパイアされながら斜めの橋を架けていく。綺麗に軸を作り、あとは周りに生やすだけで、なんともまあ綺麗な綺麗な橋が出来上がってしまった。さてさて、今日はなんだスニッファーって。見本見せたる。今日は応援されればされるほど卵置いちゃうぞ。またこのターンが来たぞ。というわけでどうもこんばんは、カズクラです。坂井さんだーだ。さあ、というわけで今日もマイクラ実況いってみよう。やっていこう。さあ、ということで今日はね、謎のメッセージが届いているんだ、うちのところに。なんだ、どこだったっけ、あの謎の看板。謎の看板、この前見つけたやつね。さあ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 。いや、マジわかんねえ、これどうするつもりだったんだろう。この先スニッファーの雨近づくな。ちょっともう一回探してみる。もう一回捜索してみようか。そうだね。はい、限界コードまで。特に何もないな。こちらもだ。ないんだよね。ほんでね、うんうん、これわかんないんだけど、もしかすると天空スニッファーをした可能性がある。天空スニッファーとは、最高高度あたりに卵を置いて、うんうん、まあ、近づくと孵化するから近づくなって意味だと思うんだ。あー、なるほどね。で、わからんよ、わからんけど、うんうん、孵化してそのまんまプチュってなった可能性が。生まれた瞬間なんか寿命が来たみたいな。そう、生まれ落ちた瞬間寿命、落下をね、嫌だよみたいな可能性があるってだけで、ちょっとそうだね。こればかりはね、昔ポンピーに2スタックほど卵あげたことがあって、うんうん、もしかすると2スタック分いったかもしれん。2スタック分のスニッパーが召されたと。可能性があるってだけで、あくまで可能性な。可能性がね、うんうんうん、なるほどね。ポンピー宅捜索してみる。もしかしたら在庫あるかもよ。ちょっと見てみるか。ちょっと見てみようか。カズクラチェック、ガサ入れだ。なんだこれ、シルカーボックスばっかりあるぞ。片付ける気がないな、これ汚ねえ、これバラバラにも程がある。ない。あ、でもこの地下にもなんか倉庫みたいな場所があるんだけど。あ、本当だ。なんだこれ、汚いの。ちゃんと仕分けされて分かれてるよ。本当だ、多分やったわこれ。なかったな在庫は。いやいや、これあの素人は本当スニッファーの扱いがまだまだのようだな。ちゃったんだね。うん、目撃者のない状態で振っちゃったのね。そう、目撃者がない状態で。このままでいいと思うか。お手本見せてやるっていうのはそういうことか。見せた方がいいと思う。スニッファーの扱いがな。な、ちょっと久々にご飯あげようか。そうだね、久々だ。お腹減ってるかもわからんから。そうそう。お、溜まってる溜まってる、めっちゃ溜まってるわ。本当だ。これ2スタック持った。4スタック持ったよ。お、いいねいいね。もういいかな。もういいよ、もういいよ、多分。オッケー。いやいや、これでだいぶ満足していただけたんじゃないのかなと思っています。そうだね。うん、いい感じだ、いい感じだ、いい感じ。ちょっとこっち。はい。ちゃんと卵が減ったらね。卵いっぱいじゃん。いっぱいいっぱい。な、ワンスタックずつ持ってこう、とりあえず。はい。よし、ではちょっとテスト開始するか。オッケー。さあ、というわけでやっぱりね、このスニッファーは足場がないとほら生きていけないよね。そうだね、生きてはいけないね。そこを決定的なことを忘れてた、重力という存在を。確かに。ほんでね、今回、うんうん、まあ、バレないように置いていこうかなと思ってるんだけど、うんうん、ガラスを使おうと思うんだ。ガラスね。できればあの地図の邪魔をしたくないなと思っていて。なるほどね。地図あるじゃん。あるね。試してみようと思う。うんうん。で、今ここでペケって使うと、外れろ。よいしょ。まあまあこんな感じになるわけだ。これが周辺の地図か。今、まあ、自宅わかるでしょ。わかる。さあ、ここにこれを置くとどうなるのかっていうのをやってみよう。この橋あるでしょ、橋が出てるでしょ。ここにちょっと一列置いてみるね。オッケー。これでどうなるかちょっと試してみます。はい。そこまで色の変化がね、あ、ある、見える、さんだこれ。ちょっと濃くなったぐらいの感じかな。一列、いや濃くもなってないんじゃない、ここでしょ。うん、でも端まで行ってんだぜ。確かに濃くもなってないのか。ちょっと待って、両端やってみようか。はい、ほら見えない。見えないじゃんこれ。これだ、これだよ。まだ将来的に、うんうん、飼育したいっていう可能性もやっぱ捨てきれない。スニッパーを、彼らが、
なるほど。から気づかずにやってしまったんだけど、そこら辺もちょっとね考えながらやっていきたいと思っている。今回はオッケー。今後飼育する可能性を考えて。そう、今後飼育する可能性はあるんじゃないのかなと思ってるんだ。確かにね、スニッファー嫌いな人いないからね、この世の中。そうだね、見たことない。なので、ちょっとマイオン拠点のところでいい感じの場所を探そう。いいね。おおおお、はい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 、いい場所あったか。実は意外とここいいのかなって今思ってる場所があって、ここか。これなんでかっていうと、下にね今回ちっちゃな池作ってあげるんですよ。ふむふむ。そうするとですよ、上から落としてあげれば池にポチャンとして、ここで生活ができるっていう。なるほど。やばない？いいじゃん。やばいっしょ。やばば、家族らここにも看板が。え、やっぱここだな。やっぱこのあのメガネの裏辺だ。やっぱこの辺にあったってことか。やっぱここに作ってほしいってことだね。ここに作れってことだわ。そういうことか。ということはここに作らない？どこどこどこ。この前の仮の家、たたずまいが作った。いいね、ここがいいかもしれない。ここかもわかんないね。そうだね。ここにさ、綺麗な円を描いた池作ろう。いいね。どれくらいの大きさの円にする？ね、まずここが平らな面ということで、今ちょっと削らせてもらうね。落ちちゃったよ。調べてたとこなのに落ちましたけど。え、どこに？下の空間に。おお、その奇跡的な穴に。ここも閉じてしまって、ここら辺を中心としたいな。オケケ。ここ中心ね。はい。ほんで、これむしろね、サンダー。なんだ？これ一気に下ろしたい可能性とかあるのかなって今ちょっと思ってしまって。一匹ずつじゃなくて？崩したら一気にみたいな。それは雨だから。それ考えるとこういうことになるんじゃないの、上で。そうだね。って思わない？これ一回サンダーが殴っちゃったら落ちてきちゃうやつか。そう。なるほど。池は丸くていいけど上は四角ってことか。上はこの形だね。ちょっと四角でもなんかひし形というか。足場が許す限りってことだね。そうそう。だから下は今ちょっと広めに作ってあげる、これを元に。わかる？わかる。だから一旦ちょっと今限界のやつを作るね。こういうことかな。オッケー。ほうだね、ほうだね。一旦今この大きさで抜いてみるか。オッケー。こういうことね。いい感じですね。いいね。一旦この感じで、来ました。ほんでここから、どう思う？3マスは広げたくない？そうだね、3マスは広げたい。まず端から3マス広げました。1、2、3だ。でこちらも、3マス広げます。これに合わせてまた拡張してあげます。はい。こうだな。これで大丈夫かな。これで大丈夫そう。サンダー、こんでいいのか。スニッファーパイセンほどの 巨体だぞ。確かに大きいもんな。下はなんか丸く可愛くして仕上げていった方がいいかな。そうだね。おお、できた。できた。いやいや、いい感じでございますな。いいね、いいね。ほんなら早速ちょっと作っていきたいなと思います。行ってみよう。さあ、ということで今回は、なかなか難しいですよ。一回これ壊してみますね。どういうことなのか。うわ。おー。ほんなら足場を、よし、今一旦限界コードまで行った。ナイス。じゃあ登るぞ。はい。限界コードに乗るのめっちゃ難しいからな、足場だから。これ来たー。うわー。はい、乗った。いけー、サンダー。おー。ただ今広げてやるよ。いけよ、家族ら。おー、来たー。まあ一番上じゃないけど。あー、しょっけー。ほんでサンダー、まさかここだけでなんかやろうと思ってないか。どういうことだ、バカ野郎。どういうことだ。こんだけだったら、ワンスタックギリ置けるかどうかぐらいのレベルって言ってんだろ。そうだね。わかるか。わかる。こうやって下れるんだ。下れるね。ほんでな、まさか察しのいいサンダが足場持ってこようか。こういうことだよ。なるほどな。階層を作っちゃうわけか。そういうことだ。天才か。これで無限の可能性をこのエリアは誇る。
この狭いスペースで、多くの、なんだろう、生き物たちが触れ合うことができてしまう。なるほど。つまりは、マイクラ界の高層マンションや。はははは、今どやってなったよね。マイクラ界の高層マンションや。気に入ってるやん。こういうのもすごくいい。で、あともう一層ぐらい欲しいよね、絵的に。そうだね、足場足りるか。いや、もう足りないわ。持ってくるよ。ただ蜘蛛の糸ないからね、気つけて。え、さっき全部使っちゃったもん。じゃあ作れない。じゃじゃ倉庫、じゃじゃ倉庫、じゃじゃ倉庫か。おスニッファーの卵をおかわりしてくるから、なんなら。わかった、お借りします。じゃじゃさん、カズクラ戻りました。オッケーだ、今こっち、最後の繁殖活動してた。オッケー。うわ、なんかすごいヤグラ感。ヤグラだね。どこにいる？一番上かな。いや、下だよ。下だよ。あれ、H さん出てきた今。H キンさん出てきた。下だよ。何段にするの？まあ3段あればもう十分だろう。いいよね。でまあ置いたらすぐドゥンで。ほんでね、これね、成長しきると1マスで滞在できるかっていうのが非常に怪しいんだよね。そうだね。だから内側の、なんだろう、この2マス分はのけて側に置いてくっていう感じがいいのかなってちょっと思ってんだ。3段にもあげるよ、とりあえず卵。卵持ってきてたけど。いくよ。ちょっと家族ら相談。なになに？雨を降らせてあげるのであれば前四さんに足場を崩してもらえばいいんじゃないか。当然だろう、こんなもの。そしたらさ、この周りガラス張っておかないと、孵化したら起きちゃうよね。いや、多分そこは大丈夫だと思う。本当？おしくらまんじゅうされない？多分計算済みってことか。あ、でもおしくらまんじゅうの可能性はあるかもわからんな。わかった、一旦卵詰めよう。わかった、すべてに詰めよう。で、ガラスすれば間違いないから。そうしよう。ガラス持ってきてるの？もちろんだ。ナイスだ。では行くぞ。はい、高層階から順に行こう。どこに置くのか教えてください。全部だ。全部置くの？蓋するからいいのか。そう、全部。あ、でも周り飛び出ないかな。壊せ。了解、ここ限界高度だからモブだけ一段上がって落ちちゃうのか。そう、それじゃ絶対ダメだ。なるほど。誰も望んでないそんなこと。で、ここだけは一段下げる。わかった。あー、うわ、びっくりした。おー、ちょっと卵を落としたから。いや、もちろん命だから、命だから拾ってくる。今度 OK かな。はい。こうするとなんか高さも合わせたくなってきた気もせんでもないけど。下の段合わせてもいい気がする。合わすか。3つずつに。オケケ。そうだね。はい。あ、ばばばばば、ごめんなさい、直しておくから。難しいからね。よーし、オケケ。では一番上から、はい、順に卵を置いていこう。オッケー。おー、いいですな。いいね、いいね、バッチリバッチリ。よかった、よかった。あとはガラスをいくつか持っておきなさい。はい、持ちました。よし、うんなら、これね、卵の横に置いて。わかった。もうわかるよね。わかる。いや、できたね、できたね。これで完成だ。さあ、ということで、これを見るとなんとも、まあ、素敵な素敵なものが出来上がったんではないでしょうか。安全確保できている。いやー、美しい、美しいでございます。ございますな。うんな、最後の仕上げに下に看板とかいろいろ設置しに行こうぜ。行こう。 OK です。ナイス。いいでしょ、スニッファーの雨の上回り借りです。足場を壊すと幸せが降ってきます。見えないもんね、これ。見えない。いいね、いいね。あっちの看板にはいいか。あっちの看板にも書く。ただこれね、わかんない、ここら辺でふわふわしてないとね、生まれないと、そもそもが。20分だっけ。うん、ここで待機しとくよ。だから書きに行っても大丈夫だ。うん、書いてくるね。オッケー、ひび入ってますわ。あ、もうひび入って、あ、順調だね。順調だ。オッケーです。ナイス。これで気づいてもらえると思います。はい。な、そちら、ちょっと天空で。うわ、もうピッキピキになってんじゃん、これ。もう生まれるのも時間の問題だ。はーい。まあ、というわけで今日はこんなところで終わりましょうか。いいのができました。いいのができたねー。本当に。これ喜んでもらえるとすごい嬉しいなと思っております。びっくりさせたいね。ねえ、本当だね。世界的にないんじゃないのかな。ないと思う。一気に落ちてくるの。
ね、マジ知識の無駄遣い。そうだね褒めてるんだよ、これ本当に。こんなに気軽に落下できる動物いないもんね。そうだね、どういうことだ、うん、いや牛とか持ってくんの大変だし、そもそもが。確かに、名言出たわね。トリバーはホバリングするし。ホバリング、いやよかったよかった、まあ、というわけで今日はこんなところで終わります。はい、いっぱい生まれてほしいと思う方はぜひ高評価で応援してください。生まれる生まれろ、いいねを押すほど生まれますよこれ。生まれるぜ。ということでまたお会いいたしましょう。じゃあねー、バイビー。ピンポンパンポーン。夏のカズクラさんからお知らせです。はい、来たる8月18日、なんとこのカズクラお台場に出現いたします。みんな来てー。なんとお台場の冒険王でございます。富士のところでやっているフジテレビか冒険王、そちらの方で、トークショーをさせていただきます。なんだってすごいじゃん。そう、あのズボラキャンプ部でございます。ということはマグニーさんとコミチンさん、コミフィンさんでございますね。楽しみ、はい、確かゴンから詳しい情報は概要欄の方に書いておきますけども、私トークショー実写版カズクラさんとその他がいらっしゃいますので、その他よなし、はい、ぜひ来てください。楽しみにしててね。注意点としてあのチケットが必要になるから、そこら辺も合わせてご確認くださいませ。お願いします。お待ちしてます。